こんにちは、しおりみちゃんのよしほです。はい、というわけで今回はね、ダイソーに来ているんですけど、今回はダイソーで5分間チャレンジをしていきたいと思います。楽しみ、めっちゃ楽しみ、ね、ちょっとね、予防のためね、マスク着用したままで、はい、行きますのでご了承ください。そうだね。はい、じゃあ早速ね、行っちゃいますか。測ってください。はい、行きますよ。はい、5分行きますよ。よーい、スタート。よいしょ、始めました。何から行きますかね。何から行きますかね。なんか実際今日ここのダイソー初めてなのでね、あんまりわかんないんだけどね。これが欲しかったの、これ。あ、もう欲しいものがすでに決まってますね。これ何、写真？これ写真フレームでね。そう、あ、裏に写真を変えられるんだ。そう、だから、うん、好きなものを入れられる。写真にしたらいいかなと。へー、かわいい、星だしね。これ欲しかったの。次行きます。次に、多分この辺なのよ。ニューヨーク用品。あ、ニューヨーク用品とか。そう、この辺。あ、そう、この辺。これね、前も買ったって、お、買ったんだけど、もう3個目ぐらいじゃないですか。すぐ壊しちゃうんですよね。力が強くてね、うん、ここがボキッと折れちゃって。確かに折れやすい、これは。なので、じゃあこれから丁寧にね、扱いましょうね。はい、今3分44秒。うん。ユーアーグラムいいよね。いいよね。いいと思います。可愛くない？可愛くない？可愛いと思う。あ、これね、オイルリップ。そう。オイル。ね、これキラキラなだけでしょ？うんうんうん。ゴールドな、あ、ゴールドないのか。あ、ね、あ、これゴールドじゃない？これ。これ買ってく？ゴールドかシルバーか。ゴールドもいいかもしれないけどね。まあどっちでもいいけど。いいんですか？この2つ買います。どれ？この2つ。おお。あとアイシャドウもね。これとこれが欲しいの。あ、ブラシね。アイシャドウブラシね。オッケー。はい。なんか最近すごい増えたよね。なんかこういうグラデーションのさ、アイシャドウとかさ。めっちゃ可愛いよね。すごいよね。あと評判がいいよね、ユアグラムはね。質100均とは思えないっていうさ。そう、めっちゃいいね。あと2分30秒でございます。ここも案外使えるの。うん、使ってっていい、これいいよ。これね、うん、イヤホンとかめっちゃいいの。え、イヤホン止めるゴムってこと？そう、ほら。ああ、なるほどね。そういう感じで使いたいのね。あとあれ欲しいんだ。何？髪。紙。紙、文房具だから。あっちからもある？ちょっと人がね、今日多いからね。紙ね。本当に紙だね。用紙？そう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 。あと1分36秒。どうしよう、これかな。それだと分かんない。これは違うな、カーボン。どれだか分かんない。なんかツルツルしたやつって言ってたけど、百均で売ってるって。これかな。でも、スマホっぽい。それにする？これで違かったらさ、うん、ケント紙って何？ケント紙。ケント紙。サンフレット、漫画、イラスト、工作だって。これかな。これ8枚。うん、これも8枚か。なんか印刷したいのね。そう、これもかな、こっちかな。え、わかんない。こっちかもしれないよ。しほちゃん、あと40秒になってしまいました。え、わからん。迷っております。これかな、これかも。
あ、厚紙でそれいいの、厚紙って書いてある。まあいいや、あのこれと思うものを買うしかない。もうえ、わかんない。両方買っちゃダメ。いいですよ、時間内で。あと12秒ですよ。じゃあ OK。 8ラスト1つ買います。4 3 はい、終了。終了でございます。え、オレは、うん、ほら、チョコクリームなの。残念。え、惜しかった。これ買えません。もう終わっちゃいました。ノワールでもよかった。じゃあ会計行きましょう。行きましょう。はい、じゃあね、買ったものをね、さっとね、紹介しちゃいたいと思います。はい、今回はなんかそんなにいっぱいない。8個買ったよね。あ、でも8個あった。あった、うん。ママの分もちょっとあるかもしれないけど、まあ、はい、1つ目がそう、ね、これね、ホイップルン。これね、欲しかったのね。3個目3個目今回は壊さないようにお願いしますね。うん、割らない、ここ折れないように。はい、次にこちらカラーマナーアイゴム。最近このゴムよく使うようなゴムね。そう、これめっちゃいいの。さ、うん、ざっと紹介します。そうだ ね、うん、次にこちらの結局、これは、あ、違う、これママじゃない？え、ゴールドママじゃない？うん、うちゴールド。嘘、シルバー選んだ？うん、ゴールドよ。あ、ゴールドにしたんだ。あ、そっかじゃあこっちは結局ゴールドとクリアピンク。クリアピンクのリップオイル。うん、まあ、あ、じゃあママもじゃない？あ、そう、ママもゴールド。だからこれ使ってみたくて、初めて買ってみました、はい、オイル。でもなんか評判はすごくいいので、いいよね、一回使ってみようかなと思って。100円でさ、ね、いいよね。いいよね、いい感じだったらね、バンバン使えるしね。こちらの、あ、これね、今度じゃあ写真を中に入れて、どうしよう、誰にしよう。白黒でもいいんだけど、うん、やっぱね、鬼滅のね、カナオ様、推しのね、カナオ様。じゃあ早くさ、机きれいに整理整頓して、机紹介さ、もうだいぶ前にするって言って全然できてないよね。だって汚いんだもん。いや、汚いんだもんじゃないよ。片付けないから汚いでしょ。だって、もういつでもね、どこにも漫画が置いたの、どっかには。机紹介お願いしますってコメント来てたよ。そのえ、鬼滅、え、TikTok だかな、インスタだったかな。はい、次こちらのアイシャドウブラシ。あ、そうね、ユーアグラムのアイシャドウブラシ。ユーアグラムのアイシャドウブラシいいです。いいよね、ママも実は持ってる、ね、うん、評判もいいし、100円とは思えないクオリティの高さだと思う。買ってみました、うん、シンプルでかっこいいしね。で次に、うん、あ、これで出すとかな、うちは、うん、このね、あ、紙ね、どっちかわかんなくてっていうか、わかんなくて、光沢紙みたいなのが本当は欲しかったんだね。なかったよね。でもなかったから、まあ、とりあえずでもそれも普通の用紙よりかはこう、なんていうの、イラストっていうか両方とも検討しな、うん、まあ、使ってみましょう。はい、はい、あ、なんかね、印刷したいそうです。何に使うのかって今みんな疑問に思ってると思うんですけど、印刷、印刷して写真印刷、なんかポスターみたいになんかこう使いたいそうです。いろんなの印刷しようかなと思って、うん。はい、終わり？終わりです。あ、じゃあ、あとママが買ったやつ、じゃあママが買ったやつ。あ、そうこれアルコールが入ってたので、最近アルコール入りをやっぱりね、買うように。あんまなくて、出なくて、はい、はい、あったので買いました。次にこちら、あ、そうそう、これなんかね、 YouTube でなんかこの、見たの？ま、あのパックをした後にこれをね、かぶせるんだって。で、耳にかけるところがあって、あ、そうすると保湿がね、すごくできるみたいなこといいってね、言ってたので1個買ってみます。100円だしね、いいと思うって、ちょっと試してみようかなと思います。はい、ラストですね。ラスト、こちらの金卓です。あ、そう、これなんかゴールドとシルバー、シルバーと2種類あったんだけど、今回はシルバーにしました。なんか可愛くない？この金卓、もうなんか最近なんかカバンの中がめっちゃごちゃごちゃなので、ママ、そうね、うん、そう、あの整理しようと思ってこれで、はい、以上です、はい、以上です。こんな感じになりました。はい、はい、満足でしたね。満足でした。大満足でしたね。はい、はい、久々だね、100均のお買い物ね。ね、
楽しかったです。整形時間ありだとか、うん、買えないものもあるけど、うん、楽しいんだよね。そうだね。今度さ、またこれ増やそうかな。あ、そうね、これ1個ね、買ってよかったらね、ダイソーだからね。うん、150円だけどね。150円だけど、これいいと思います。はい、というわけで今回はダイソー5分間チャレンジやってみました。それではバイバーイ。